日本兵庫県加古川市西関町岸、西関町岸は、兵庫県加古川市の地名である。郵便番号は675-0045。世帯数は1745世帯、人口は4394人12月1日、現在、加古川市の西部、西関地区の南部に位置する。西に、北京山野川が流れているが、地内のほとんどの土地が、 住宅地、または他である。小学校区は、加古川市立精神基地小学校、加古川市立川西小学校、中学校区は、加古川市立寒気中学校に属する。北に、西寒気町筋、東に、西寒気町大国、南東に、東寒気町西井の口、米田町大蕦、南に、高砂湿海水目阿弥陀町漁協と隣接する。地内に、 鉄道は通っていないが、南に隣接する高砂しか見つめには、西日本旅客鉄道山陽本線の放電駅が置かれている。岸の屋台、岸第一公園にて撮影小石神社の宇治湖地域で、秋祭りの時には、曽根北の町から譲り受けた安さを担いで神社に向かう。なお、小石神社の宇治湖地域では、唯一のソリフト宮根型屋台を持つ。 住民基本台帳人口加古川市。加古川市。2013年1月14日閲覧。加古川市立小学校及び中学校校区規則昭和60年3月30日教育委員会規則第4号。加古川市。2012年1月14日閲覧。ありがとうございます。